やなんか観光地なのに本格的な。そうですね、はい、中華食べれてよかったです。ありがとうございます。でかいっすね。そうですね、ご飯足りないってかなと思います。食べ方で出勤は行きます。あ、本当ですか。ありがとうございます。あ、本当ですか。今ちょうど撮影して。あ、はい、お前か。皆様こんにちは、函館 YouTube です。今日はなんと大沼に来ました。大沼、今日は函館 YouTube っていうか大沼 YouTube ですね。美味しいご飯を食べに来たので行ってみようと思います。あ、食べないです。はい。プロは入れます。プロで大丈夫です。プロで大丈夫です。710円です。
合わせて、こちら大沼カレーと麻婆豆腐のあいがけで、はい、はい、はい、すいません、はい、以上で、以上で、はい、お待ちくださいませ。でかいっすね。そうですね、結構思った以上にでかい。ご飯足りないって方もたまにいます。食べ方で美味しいですよね。ありがとうございます。はい、うまい。観光地だとね、いろんなものをこう簡単にやっちゃうけど、うまいっすね、手込んで。めちゃくちゃうまい。カレーすげえうまいっすね。なんか玉ねぎとかわざと残ってる感じが、うまい、本格的な。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ありがとうございます。すげえうまかったです。ありがとうございます。やっぱうまいですね。本格的ですもんね。いや、言われた通り足りなかったです。マジで食えるんだったらチャーハン頼もうかなと思って。最高ですね。いや、なんか観光地なのに本格的な。そうです。はい、中華食べれてよかったです。ありがとうございます。カレーびっくりしました。そうなんです、カレーはね、最初そんな辛い感じはしないんですよね。あとから食べていくと、そうなんです。決して甘口ではないっていう。いや、これも本当、麻婆もすっげーうまかったです。ありがとうございます。またきます。はい、よろしくお願いいたします。冬ってやってる。一応冬も通常営業ってやってます。わかりました。よろしくお願いします。はい、ごちそうさまでした。どうも。ごちそうさまでした。
あ、本当ですか？ありがとうございます。あ、本当ですか？はい、今ちょうど撮影して。あ、はい。この間、久米別の蕎麦屋さんですね。久米別の蕎麦屋さん。あ、最上さん。最上さんですね。昨日か一昨日確か。そうですよね。はい。ちゃんと見てます。ありがとうございます。はい。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ごちそうさまでした。うまかったです。よろしくお願いします。またお願いします。いいですね。お店の方も知り合いだったし、外に出るといつも見てくれてるリスナーさんがいて、楽しい撮影だ。天気めちゃくちゃいい。最高や。